本日のローバーのデザイン発表会は大きな節目になります。ローバーの設計が最終化してですね、今後製造に移っていきます。非常にその品質が悪い月面との間の通信についてですね、しっかりご支援させていただいたというふうに思っております。このハクトの挑戦をしながら、より多くの人に宇宙を身近に感じていただいて、普通の人が当たり前で宇宙で何をしようと考える日が少しでも早く来るようにというふうに進めています。